はい、どうもこんにちは。今回また Life is Strange True Colors 続きからやっていこうかなと思います。前回は、前回はというか、前々回ぐらいからか、選択を狭められたわけよ。まず、逮捕者に従うか従わないかっていう選択肢をあって、で、俺はちょっといろいろ先のこと考えて、とりあえずこの場を収めようと思って従って、で、その後いろいろあったんだけど、いろいろあってマジで、正直俺死んだと思ったの。死んでちゃんとバッドエンドだなと思ったんだけど、なんとかアレックス耐えるというところで、なんとか希望を見出してやっていこうか。今の状況じゃ、使い道はないね。見てください。もうボロボロなんです。こんなアレックス見せたくない俺も。ごめんな、アレックス。どうにかこの目的のある出口を探す。高いところから落ちたんですけど、私。あれ？こっちじゃない。こっちか。ごめん、アレックス。なんか変な遊びしてた。いや、なんかよくわかんないけど、一瞬画面が。じゃあ、オッケー。じゃあ、行こうか。アレックスなんかあるかな？あ、こっちにも道あんじゃん。行かないけど。この先にも広がってるんだ。まるで迷路だな。いや、ほんと、とんでもない高さ落ちたのにさ、耐えてんだわ。めっちゃちゃんとネズミじゃん。この子のことを読むのはやめておこう。感情ね。だから、笑ってやりたいんだけど、全身痛すぎて笑えない。安全第一。また、その、逮捕者の秘密が眠ってる場所でもあるわけよ、ここって。これ、いつからここにあるんだろう。たぶんこれさ、なんかさ、アレックスがさ、結局もう満身創痍なわけよ。なんか何度かあったけどさ、死ぬとかないかな。これやだな。でも今まで確かによく考えてみれば、人は死ぬことはなかったけど、少なくとも主人公が。片方のエンディング見てないから何とも言えないけど、主人公が死にそうな選択肢はなかった気がするから、なんとかなるとは思うんだけど。待って、ねえ、消えないで。おお、消えないで。アレックスを取り乱した声じゃなくてさ。落ち着こう。だからさ、なんとかなる。感情読めばわかんじゃない？なんか物の記憶とかさ。これ今何？俺、このまま進めって。いや、でも多分俺アレックスの物の感情が見える、それを使えば物に宿った声を見れるわけよ。あっちに何かあるみたい。そういうことだと思って、アレックス。いや、Life is Strange チームさん。分かってましたよ。いやー、なんかでも怖いな。ちゃんと生きて帰れるかな。今は、あのオーラだけが頼りだ。頑張って、俺アレックスの笑ってる姿、元気でやってる姿見たいよ。頼むって。どこにある？俺が散々言ってからさ。よし、あと少しだ。すげえ深さまで来たな。ちょっと遅れてる字幕が。あくまでも出てきそうな深さだ。まったくだな。見つけた。タイフォンが貸したかったのはこれだ。めっちゃずれてんだけど、ちょっとなんかめっちゃずれてる。ちょっと待って。見た感じではなんかプレフォーがずれてる感じしないから、なんか単純これあれかな、設計的な問題かな。すげえずれてたよな、字幕。とんでもない、ほら見える。大丈夫かな。これ何？ゆっくりでいい。戻った戻った。慎重に行けよ。戻ってる。なんだ、くそ、やばいぞ、逃げろ。ガスか。無線は、エド、ふざけんな、あいつ、エド。こんなことが、
あ、だからジェドが英雄になってるけど、実はジェドが原因で、死んだ人もいるんだ。てか、ジェドが原因で死んだんだ。これはやべえぞ、逃げろ。まだ部下が残ってるんだ、助けないと。あ、でも、そっか、助けに行ってるな。バカ言うんじゃねえ、ぐずぐずしてたら俺たちも死んじまう、諦めろ。でもこれなんかさ、あ、もうしようがねえ、みんな逃げろ、ここを出るんだ、急げ。これでも有毒ガスじゃないの、これ俺も大丈夫、これ俺は俺大丈夫なの、この有毒ガス。火薬の匂い、きっとタイフォンがこの間爆破した場所だ。あー、でもなんか登れば出れなくもさそうだな。あー、でもなんかとんでもないのが眠ってる。これ真相知れるだけでさ、生きて帰れないんじゃないの。道つながってないやん、だって。やだよ俺、アレックスが死んで幸せに過ごすことが俺の夢なんだもん。父さん、これなんで。なんで父さんのがあんの。父さんというか、父さんが持って行ってたよ、前回回想の時。ジェド、このクソ野郎、俺たちを置いていくんじゃねえ。チェン、もう無駄だ、よせ。そんな過去が。ジェド、てめえ俺たちを見殺しにするつもりか、戻ってこい。諦めろよチェン、戻ってきやしねえ。畜生、なんでこんなところで。でも俺出れなくない。俺も一緒に死んじゃうの。じゃあチェン一家がここで。てかじゃあ父さんここに、それはさ、兄さんがさ、この町に来た理由は関係あんのかな。ああ、照れてる。なんで照れてんの、お前。すごっ。なんで照れてんの、お前。あ、だから最初に見た、あっち側で進んだのかな？あの分岐のところ。とにかく、ステフ呼ぼう、ステフからアイアン。でもそこ、携帯終わってんのか。ジェド、まあでもこればっかしは、ジェドも別に助けなきゃっていう思いはあったからな。そうなんだよな、そこなんだよな。やってしまったなんだよな、ジェドも。別に悪意があったわけじゃないんだよ、やってしまったなんだよな。だからジェドを単に責められるかと言われたら、それもそれで違う気がするけどね。ただまあ俺を突き落としたのは許せねえけどな。腐ってるやつなのは鍵変われないけど。そっか、父さんと、父さんでも急すぎるわ、父さん。ってことはさ、結局、あ、この町で暮らしている間に、ヘイブンはとても特別な場所なのだということに気づきました。何代も続く素敵なお花屋さんがあるだけでなく、このお店ではオーナーがお客さん全員を覚えています。あ、ここに来んのか俺が。100年も続く春祭りは、血だらけの俺が、今もみんなに愛されている。歴史を重んじ、他人への思いやりを忘れない。ライアンの顔が微妙だったもんな。それが特別な場所であるゆえんなのでしょう。そしてこれは弊社の理念と全く同じ。だからこそ我々のパートナーシップは成功したのだと思います。ステフとライアン、ほら連絡取れないっつって。そして今日というこの日、皆さんとの絆を新たにできることを
個人的にも嬉しく思っています。これからも共に未来を築いていきましょう。ありがとう。この件に反対意見はないと思うが、一応の形式上投票といこう。それが無事に終わったらみんなで飯だ。残念だったな、ジェドさんよ。残念だったな。俺の強さを舐めやがったな、お前は。終わりだよ。終わりってことだよ。ちょっと、どうしたの？大丈夫。なわけないでしょ。病院に行かないと。何があったんだ？よう生きてたな。出血多量だろ。ライアンのこと、傷つけちゃう。なぜなら、ライアンの父さんだからな。ライアンのこと傷つけちゃうかも。守ってくれよ、お前ら。あいつら何するかわかんねえ。え？あいつら何するかわかんねえんだよ。何言ってんの？お前ら守ってくれよ。俺、死にたくねえよ。何があったの？救急車を呼んだ方がいいかしら。みんな逮捕に騙されてる。それにこの男にも。アレックス。おいおいおい、怖い怖い。黙れ、とぼけるな、とぼけるな。とぼけるのもいい加減にしなよ。昨日廃校で見つけたのは、タイフォンがずっと隠し続けてきた秘密を。ジェドルーカンという男は、守ってくれよお前ら。ヒーローなかったんだ。いつ2008年の落盤事故、あれはこの男が原因で起きたの。こいつケツに持ってるから銃。公表されてないけど死者だって出てる。その中には私の父さんもいたはずだよ。父さんのロケットも見つけたから。これがタイフォンが隠したかった真実。この日の投票のためにね。え、これなんかない、変な選択とかないよね、これ。でもね、その背景には、大鵬さん、どうしても事業拡大したかったらしい。あえてこの真実がバレたらおしまいだと思っていたという、この感情的にいかない。大鵬にとっては金が全て。あえて。どうしても事業拡大がしたかったんだろう、ね。あえて事実を伝えるスタイル。だから証拠を埋めるためにあの晩爆破を無理に実行した。止めていれば兄さんは犠牲にならずに済んだのに。本当に許せない。そしてこいつはそんな真実に近づく私を恐れてた。だから昨日の夜私のことを殺そうとした。守ってくれよみんな。頼むから。何するかわかんねえこいつは。なんで誰も何も言わないの？それは誰も信じてないからよ。どうかな。なんか賞賛があるときに言う、どうかな。大丈夫かこれ。まあでも村の英雄だからな。村の英雄だからな。あんたには聞いてない。私の立場上、黙って聞いてるわけにはいかないのよ。今のあなたの話だけど、まともじゃないわね。それに許可のない廃校への立ち入りは、単純に危険というだけではなく、明らかな違法行為よ。でもそこまでしたくなる気持ちはとてもわかるわ。亡くなったお兄さんは、こいつ、あなたの唯一の家族だったんでしょ？きっと意もしない犯人を見つけて、怒りをぶつけたかったのよね。それなしに乗り越えるにはあまりにも、理不尽な状況だもの。お、結構選択選ばれるな。あ、でもまだ逮捕に義理立てするのっていう寄り方なんかいいんじゃない？このダイアン自身は、
ちょっとは両親が残ってるってことでもあるんでしょ、これ多分。まだ芝居するつもり？タイフォンに立てる義理なんてないでしょ。え？タイフォンのやってることは間違ってると思ってるんでしょ。もうやめなよ。今ならまだやり直せる。ねえ、今アレックスがした話って本当なの？あ、じゃあ解いた。いや、まさか。あの事故からずっとアレックスを気遣ってきたんだがな、なんというか父親代わりになれればと思ってたんだ。許せねえよ、誰か信じてくれよ。まあ、時に人は手を差し伸べられても跳ねつけてしまうもんだ。辛い時は特にな。みんなこのゲームやってくれ。みんなみんなこのゲームやったらわかるから、このゲームやって、あのパイクに選択迫られた時にやれば。こいつがやってんだよ。殺そうとしたくせに、なんでそんなふざけたことが言えるの？あのな、この人殺し、聞いて。これどうなんだろう。この男は私たちに嘘をついてる。私はあんたを信じる。当然じゃん。ちょっといいかね、ダッキー。この子はまだこの町に来たばかりと言っていいが、すでに馴染んでいるのはその人柄の。逆転裁判って扱い、これが。そうは言っても今の話をすぐには信じられん。口頭無形じゃ。そうだよな、別に自信あるなら証拠探させてもいいよな。ジェド、おい、自信あるんだろ。検証が必要じゃな。そうだよな。なあ、自信あるんだろジェド。おい、ダッキー、もう十分でしょ。アレックス、かわいそうに。今はただ自分をコントロールできてないだけ。この状況を信じてくれない人もいるのか。辛いでしょうけど、助けを求めてもいいのよ。一人で抱え込んじゃダメ。ババア、もうごめん、エレノアさんって言わない。ババア、目覚ませ。周りを頼ってもいいの。アルツハイマーババア、ごめん、めちゃくちゃ暴言吐くけど。みんなあなたを心配してるのよ。辛いことがあるなら相談して。今相談しただろう。今相談してんだよ、みんな気づいてよ。ちょっと、いや、もうやめて。関わりたくないの。おいおいおい。だけど兄さんは。わかるけど、こんなことしてもゲイブは帰ってこないのよ。違うんだよ、こんなボロボロで見たらわかるだろう。あなたが来てから本当悪いことばっかり。はっきり言いたくはなかったけど、あなたが変なせいで私も変になった。おい、そこまで言うかよ。ほっといて、お願い。そんな変でもなかっただろ別に、立ち回り的に。パイクは？昨日話しただろ。無理なんだ。お願い、警官でしょ、力を貸して。アレックス、諦めろ。なんてこった。育児なし。この町のドンには勝てねえのかよ。
あ、ライアン。そっか、ライアンはまだどっちも行ってないもんな。いやー、悔しいよ。でもそう考えたらダッキー割とこっちに寄ってくれたけどな、ダッキーは。いやー、ハッピーエンドはないのか。ねえ、ライアンからも何か言って。ねえ、なんでこんなことするんだ。俺はあんな話信じない。タイホンが恐ろしくなったのか。だから父さんのせいに。もうダメだこいつら。三人で頑張ってきただろう。なのに。ねえ、よせ。覗かれるのはごめんだ。ライアン、正気なの？あんたの立場はわかるよ。でもこんなボロボロになったアレックス見てよくそんなこと言えるね。俺は絶対信じない。アレックスは死にかけたんだよ。嘘だ。あんた最低だね。ずっと一緒にやってきた仲じゃん。なんで信じられないの？やめて。え？なに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 、このなに、この真のパワー。え、なんでこの後に及んでターゲットを定めた。私を殺そうとしたのはヘイブンのためだって自分に言い聞かせてるけど、本当は違うんでしょ。あれは自分自身のためにやったんだ。光の当たり方かっこよ。そうなんでしょう。過去の過ちと向き合いながら生きていくのは。なんで急に覚醒したんだ。だからあの日見捨てた人たちのことも忘れたかったんだろうけど、そうはさせない。あの日死んでいった父さんのために。なんかこれ選択肢で変わんないよこれ。大丈夫か。あ、まあまあ、でもシンプルにこれはこれかな。いい父親じゃなかったけど、この町に引っ越してきて変わろうと努力してたんだと思う。最後まで。そして兄さんは。なーにこれ。この選択肢ってさ、エンディングがあったりしないこれ。兄さんはなんかかけがえないもので逃げたいな。何にでも当てはまるもんな。未来はそこまでそんな描写なかったと思うんだよな。まあ逃げるか。この町に住むようになって、かけがえのないものを見つけた。新しい家族や親友。でも兄さんの未来はあなたのせいで閉ざされてしまった。響くかな。そして私、辛いことばかりで希望を持てずにいた。子供の頃から。でもここに来て未来に目を向けることができた。あー、まあこれは音楽じゃないな。丸だな俺は。これは丸だと思うわ。こう思ったんだ。私、みんなの力になりたい。そうすることで私も幸せになれるって気づいたから。大丈夫これでさ、銃構えてカチャドーンってならないこいつ。怖いんだけど。それなのにあなたは私を殺そうとした。
秘密を守り続けるために。怖いんだけど。響くか？思い出せない。だよね。なんか目の色が。記憶を嘘で塗り固めてきたんだから。目の色がなんかすごい。何この二択。まあいい人間ってのはまあちょっとあれなんじゃない？なんか言い方悪いんじゃない？自分のいい人間だと思う嘘って。それは結局悪い人間です、あなたはって言ってんと変わんないじゃん。もう自分が優れたリーダーだってのは、そんなに自分が背負う必要ないんですよって意味も入るから、まあこっちじゃない？あなたは自分のことをこう思ってる。いい人だと思ってはないと思うけどな。優れたリーダーだって。こっちの方が近いと思うけどな。リーダーの仕事は決断を下すこと。たとえ人の命に関わることであっても。あの決断のおかげで全滅を免れた。まあそうね。それはまああるね、確かに。でも実際は違う。本当のあなたは別人だ。なんかこれ大丈夫これ。組み合わせによっちゃバッテンなんじゃない、これ大丈夫か。まあ、臆病者、卑怯者っていうのもな、それは性格を否定してるわけだからな。でも、臆病者はいいかもな。卑怯ではないと思うんだよね、別に。大砲の操り人形が一番なんかこう、パッて見てしっくりきたけど、臆病者とかにしちゃおうかな。11年前、事故で部下を死なせてしまったあなたは、いっぱい。それを告白する代わりに全てを隠した。そうするしかなかったんだよね。本当のあなたは、臆病者だから。事故のことを家族に知られたら失望されると思ったんでしょ。なんかこれときめいてくれる。鉱山で死と隣り合わせの仕事をする。うるさいパーンってならない。家族の前で自分の過ちを認める勇気はなかったんだ。そういう人に見えちゃってんだよお前のこと。もういい加減過去に向き合って。マスター、うるさいっつって銃構えてパーンってならない。これ真実は時に自分が壊れるほど残酷なことがある。響くかな。あなたが本当のヒーローなら真実を受け止めてボロボロに傷ついたとしてももう一度立ち上がることができるはず。怖いって。心の奥底であなたは怖くてもうドキドキが。自分を憎んでる。過去に犯した過ちだ。どっちもドアップだし話題も重いし。これまで重ねてきた嘘を憎んでる。そして心に積もった憎しみがあなたを悪魔にした。苦しいよ。私には見える。あなたの一番醜い面が。でも許す。だから許さない。まあでもこれね、醜いよね人間って。だから許さない。だからそのカチャバーンがさあるかもしんないと思って、だから許さない選べないとかね。保身に走るがゆえに。だから許さないけどっていう切り返しもしそうでもあるけどな。でも許す。なぜならみんなあなたのことが好きであるのは本当だからっていうのもあると思うんだよな。でもさっきでもさ、なんか本当のヒーローならボロボロになっても立ち上がれるはずって言ったからさ、それは遠回しに言えば許すってことでもあるんじゃないの。でも許します。ここまでされて許すんだぜ、アレックスは。とんでもない器だろ、マスター。
響いてる本当マスターこれ。え、許す許さないどうなったのこれ。許さなかったらどうなんの。変わんないんじゃないこれ。許しても許さなくても変わんなかったんじゃないこれ。泣き崩れそうじゃないどっちにしても。ここまでされて許す器のデカさよ。これが本当のリーダーってやつよ。あ、でもなんか、あ、よかった、アレックス。もうそれだけなんすよ、俺。治った、アレックス。引き続き、ヘイブンスプリングスを震撼させた、タイフォン社の不祥事についてお伝えします。町議会で衝撃的な告発がありました。地元のバーのオーナーで、町議会長であるジェド・ルーカン氏は、涙ながらに、タイフォン社従業員7名の死を隠蔽したことを認めました。さらに最近も査察の妨害を目的とした爆破が無許可で行われ、巻き込まれた市民が死亡する事故が発生しました。ルーカン氏は警察に身柄を拘束されています。スタン・スタンウィック、スタン・スタンウィックは何で名前出てんのちゃんと。社長の辞任を発表しましたが、大企業の不祥事により市場の動向、そして何より地元経済への影響。ちょっと趣旨を、趣旨。あ、でも傷ついてるな。シーンとしてるのもなんかやだな。ちょっと外の空気でも吸おう。ああ、でもなんか一旦落ち着いたか。せっかく渾身の力を振り絞ってベッドから出たんだし、生きて屋上までたどり着こう。ちょっとただ一旦あれしようか。一旦まあちょうどいいし。いいえ、お断りします。あ、ステフが一番下なんだ。あー、ステフ。アレックス、あんたマジですごいよ。何かあったらそこに連絡して。分かってる。あんたが信じてくれてありがとう。当然しょ、アレックス疑うわけないじゃん。分かってるでしょ。やだ。ステフ。なんだ、この男は。許せねえよ。こいつは。あ、でも言ってるな。アレックスすまなかった。父さん拾った町みんなが思ってた。それが間違いだと気づかせないために父さん嘘をついてたんだ。とても醜い嘘。逮捕も父さんも最低だ。でも何より最低なのはこの俺だ。俺は君よりも父さんを死んでしまった。本当にすまない。謝ってんな。まあまあまあ、とりあえずなんか耐えたわ。はい。耐えたわ。なんとか耐えた。だからこっからハッピーに行くパターンは全然あるから、ちょっと希望を抱いて最後までやるか。なんか分岐やろうかなと思ったけど、こんな感じでなんとか落ち着くなら、いいわ。一人でやるかもしれないですね、これは。ああ。いや、苦しかった。はい。とりあえず終わるわ。じゃあ、あざした。